あ、冷麺食べました。ちょっと久しぶりに冷麺作ったんですけど、綺麗に具を並べてたんですけど、滑って床には落ちなかったんだけど、なんていうのかな、シンクとコンロの間みたいな、作業台、あそこに滑ってボーンって行っちゃって、それをまた乗せてぐちゃぐちゃになるっていうぐちゃぐちゃになってしまいました。全然食べられたんだけど、そのシンクには落ちなかったの。なんか洗い場と、洗い場があるじゃん、こっちに。でこっちにコンロがあるやん、その野菜とか切ったりするところのスペースにボンで、そう、あーってなっちゃった。冷麺美味しかったです。でも、作業スペースがあるの分かる？なんかお肉切ったり野菜切ったり、なんか調理器具一旦置いたりするところ。お料理するんだ。お料理しなくても分かるよね。まあセーフですよ。セーフセーフ。こんばんは。でもさ、そこがさ、セーフじゃなかったらさ、もうご飯食べれんくない？まあだからセーフで、セーフなんですよ。セーフセーフって言ってたら、なんか違う方のセーフを思い出した。日本政府とかのセーフ。うなぎ、あ、うなぎ食べんかったな、そういえば。なんかうなぎって気分じゃなかった。こんばんは。うなぎはね、なんかね、土用の丑だから、まあ食べてもいいかなーって。めっちゃ上から目線だけど、まあ食べてもいいかなー、食べてあげてもいいかなーって思ったんだけど、食べませんでした。そう、なんか今日はあなたじゃないって感じだった。今日あなたではありませんので、うなぎさんお帰りくださいみたいな感じ。まあ食べてやってもいいけどって思ったけど、ちょっと違いますみたいな。あら、私眠そうに見えますか？私ね、なんかね、眠くない時でもね、眠そうって言われるんだよね。あとね、疲れてない時にも疲れてそうとか、なんか疲れた顔してるとか、あんまり言われたくないな。こんばんは。
暑かった。なんかでも今日食欲湧かなかった。こんばんは。食欲湧かなくて、なんか考え思いついたのが、あ、冷麺でさっぱりするかって感じで、ほんとね、なんかそれ以外なんか食べるっていう、なんか食欲が湧かなかった。あ、それで、ね、なんか食事してたら思い出したんだけど、あの口内炎が結構良くなってきてます。なんか、うん、治ってきたことを実感します。こっちもうずっと痛くて痛くて、もうなんかここら辺にね、もう結構奥なんですよ、ここら辺に。もうなんか話すたび、笑うたび、なんか飲むたび、ちょっと噛むたびになんかこう、あーゴーゴーゴーって当たるから、なんかもういやって思っちゃうんですけど、お話し会で見せませんよ。お疲れだったから口内炎できたんですかね。でもね、結構ね睡眠取れてなかったから、この2日結構睡眠取れて嬉しい、睡眠時間確保できて嬉しいです。明日お話し会ですね。イエーイ。お話し会は7月は明日だけですね。で、8月も1日だけありますね。9月は2日。貴重な7月のお話し会です。こんばんは。明日は夏の海のキラキラデートコーデです。私と一緒に夏のデートをしましょう。なあ、夏のかけらが船に光る、今は静かな砂浜で、ちゃちゃちゃ、なくしたものもあるけれど、大切なものが残っているんだね、手のひらで。皆さん、この曲知らないと思います。この曲はラブ&ベリー、私が小学生の時に激ハマりしてた音楽、カードゲーム、リズムカードゲームです。今でも覚えているってことは、もう私の記憶の中に深く刻まれてるんですね。あ、主題歌じゃなくて、ラブ&ベリーっていろいろあのステージがあるんですけど、その中であのシーサイドステージっていう、あの海辺のステージがあって、その海辺のステージであのリズムゲームするときにこの曲が流れるんですよ。そうそう、
っとそんなんじゃなくってそんなんじゃなくって友達になりたいと思った時からだねさあ友達になったら手をつないで踊ろうそっかラバンドベリーはそうだねいくつぐらい4つ下の4つ下ぐらいの子までわかるのかな4つ上も多分はギリわかるくらいかな私97、90、95、96、97、98、99あたりまで多分わかると思いますラブ&ベリーそれ以外の世代はそんな知らないよねうん、うん、95は分かるか虫キングあったよねそうですねラブ&ベリーと虫キングが流行ってた世代ですねいやほんとさあの今の子供たちがやってるなんかカードゲームも全く多分聞いてもわからないと思う感じと一緒でラブ&ベリー好きでしたって言っても多分わかんないと思いますねわかんないよねはいこの話終わりあ遊戯王はまだあるんですかね遊戯王あなんか最近たまごっちがまた復活しているとかなんとかね、あそうですね新公演私東京の方にも東京公演の方にも出演させていただきますありがとうございますそうなんですよやったーおーあら綺麗な人うーんありがとうございます嬉しい綺麗な人って言われた嬉しいやっぱ可愛いって言われるのも嬉しいけど綺麗って言われるの嬉しいですねあまだメンバー言われてないのでも私はね多分出ると思いますよはいそのあたり結構東京でのフェスがあったっけなでも多分出ると思いますあそっかサマステがそれしたら私は出ますねきっとこじまさんは可愛い系より綺麗系あらありがとうございますありがとうございますお越しください
や、その前に私香川のね初日が結構ね心配なんですよね。いや、今のところは全然大丈夫じゃない。え、あと1週間？え、23、20、え、待って、もう今日終わるし、24、25、26、27、28、29、30、嘘、来週？え、待って待って待って嘘、あと2週間くらいあると思っとった、なんか感覚的に。え、やばいやばいやばい、え、ちょっと練習頑張ろう。やばい、焦ってきた汗がえ、やばい、無理、無理んご。来週の今日、いや無理ではない、違いますよ、無リンゴ、無リンゴっていうのは冗談です。頑張ります。マジか、ちょっと待って、なんか勘違いしてた。え、もうすぐだね、やばいね。でも楽しみですよね。はい、頑張りんごです、頑張りんご。うわー、嘘でしょ、え、時間がない、思ったより。頑張ろう、頑張ろう何回言うねんって感じやんな。頑張ろう、ちょっと待って、嘘、ちょっと待って、スケジュール立てよう。てか練習する時間あるん？あるか、なかったらやばい。初日メンバーに選んでいただけて本当に嬉しいんですけれども、思ったより時間がないことに今気づきまして、遅いですよね。でもまあ1週間前だからなんとかなる、テスト前みたいなこと言ってるけどうおー、ギョギョギョマジか、明日24日ですよね、24、25、26、27、28、29、30、31が本番ですもんね。まあもうとりあえず明日から公演って16曲ありますのでって計画立て始めた。まあだいたい1日、そうですね、違う、24から26でもうとりあえず全曲いろいろと詰め込むしかないですね。詰め込む。で、27、28でも固めていく。で、29はもう確認しまくるって感じですね。で、30が本番くらいですね。で、1日にまあそうですね、6、優先順位、優先する
優先しながら、ちょっと心配なやつ優先しながら、3日のうち6、7曲詰め込んでいこう。で、27、28でちょっと固めていこう。29はもう確認。やばめ。ばい。怖くなってきた。いやでも大丈夫。心配な顔をしてみんなの前に立つことはしません。はい。でもこんなこと言いながら泣きながら踊ってたらごめんなさい。いや大丈夫。泣きません。みんなの前では楽しみにしてくれてるみんなの前では笑顔で口角上げて目尻は下げて はい、手を振って元気に踊りますので、ご心配なく。プロっていう意識を持ってやらないといけないですからね。大丈夫です。大丈夫。僕恋はちょっとね、母親に言われたんですよ。なんか地獄に落ちたような顔してた。もうあれは二度と繰り返しません。はい。あんなことはありません。そうですね。僕この時は私はダンスの先生に普通に怒られましたね。もうそんなんだったら出なくていいよって 普通に怒られました。まああのあれはね、あの地獄はまた味わいたくないので はい、まあまたこの話はいつかどこかで話すと思うんですけれども、それ以来そんな怒られたことはないですね。大丈夫です。 まあまたいつかこの話は、はい、遠い先の未来で、もうちょっとしたら、多分笑えるかもしれないので、はい、いつかまたって感じですね。はい、まあそういうことは繰り返さないように私も頑張ります
そうですね。いろいろそうですね。まあなんか言えること言えないことあるんですけど、まあ裏話はこの3年2年間3年間もうすぐで3周年この3年間の中で裏話は結構ねできましたね。集まってますいつかまた何年後になるかわからないんですけれども、忘れずにそういう裏エピソード話せたらなと思いますそういえばね、今日ね久しぶりにあの少女漫画というものを見たんですよ。いやいいですね少女漫画、なんか私大人になってから少女漫画を見る気が起きなくって、なんでかというとなんか、まあ、大体さあの同じなんですよあのストーリー同じって言ったら怒られる、怒られちゃう。だいたいさ、だいたいなんかあのあれ展開が読めるじゃないですか。だからもうね大人になってから読まなかったんですけど、けどねちょっと久しぶりにねなんか読んでみようかなと思って、読んでみたら、あー少女漫画いいって思いました。なんで私はこの5年間ぐらい読んでなかったんだと思ってそうだからもう今の言葉撤回します。パターンが一緒とかじゃなくて、もうその過程をたあの楽しむっていう、その過程を見てなんかその時の情緒をね、あのはんふんひんはんふんってなるのを楽しむっていうのをね、のがやっぱ少女漫画のいいところですから、それがなんで学生の時はできてたのに大人になってできなくなったんだろうってちょっと思ったけど そう、あとね少女漫画って恋愛ものだけじゃないんですよね意外と。いや私もちょっと浅はかだったなと思って、ちゃんとあの視野を狭めずに、そんななんかね偏った見方をせずにいろいろ読んでいこうって思って反省しました。すいません本当に。ちなみに何を読んだかっていうと、あのめちゃめちゃ私が中学生の時にハマってたあのアオハライドってあるんですけど、その作者さんが書いたあの次のなんだろうあの作品ってかあれなんですけど、それを読みました。でもちょっとだけ。
絵がね、すっごい好きなんですよ。もう超かわいい。思い思われ振り振られっていうやつです。映画化にもなったかな。超絶青春って感じです。 青ハライドは全巻持ってて、でもう本当に最後の少女漫画だったんですよ。青ハライドを見たのが、青ハライド集めてたのが、それからもう買うこともあんまり読むこともなくなったんですけど、なんかね、ふとね、どんな作品書いてたっけなと思って、作者さんが。それで読んでみたら、あーいいと思って そう、ストロボエッジっていう、青ハライドの前作がストロボエッジなんですよ。でその次が青ハライドで、その青ハライドの次が確か思い思われ振り振られなんですけど、絵がねとっても好きで。あとね、ストーリーもね、いいですよ。爽やかで、なんか、青春だなみたいな感じ。こんばんは。こんばんは。面白い。皆さんがハマった漫画とかありますか？みんなが好きな、時計がね、こっちにあるんですよ。あ、7いいよね。7いいよね。本当にいいよね。意外と皆さん様々ですね。すごい。じゃあ一番好きな漫画は何ですか？一番好きな少女漫画、少年漫画、全然問わず。
北斗の拳読んだことないな私。ドラゴンボールじゃあこれは確実に自分の人生に影響を与えたなっていう漫画はありますか？こんばんは。ちょっとさ、誰かさ、サバイバルっていう漫画知らない？なんか知らないかな。サバイバルっていう、なんかどっか行くんですよ。なんかに人間がなんかいなくなるんですよ。で犬とサバイバルする。あれめちゃくちゃ面白かった。そんな古い漫画なんですか？私のお家にあってそれをね見てましたあれ面白かった。結構古いんですか、あの漫画って。あれ面白いよ。よかったら調べてみてください。斉藤孝雄先生の漫画ですかね。あれ面白かったです。ゴルゴ書かれた人なんですか。へえ、すごい。漫画はいいですね。ちょっと少女漫画探しに、少女漫画探しの旅しようかな。旅に出る恋愛映画系あんまり見ないんですよね。なんかこれもまた同じこと言っちゃうんですけど、少女漫画と同じで結構なんか展開が同じかなって思うんですよ、恋愛系って。でもやっぱりね、
実はね、見てみると心揺さぶられるものって恋愛系だったりするんですよね。だからなんかアクションばっかり、アクションとかホラーばっかり見るんじゃなくって、なんかちゃんとそういうのをね見ないといけないなって思わされます。なんか私ねすごいね、なんかねあのめちゃめちゃ有名な君に読む物語っていう映画、結構有名で、まああのご存知の方もいると思うんですけれども、その映画をね見た時にね、あの周りのね見たっていう人が泣いたって言ってたんですけど、まあ、私が若かったっていうのもあるんですよ。もう高校1年生とか中学校卒業したばっかりの頃ぐらいに見たから、私がもうよく分かんなかったっていうのもあるんですけど、全然涙が出てこなくてそれよりなんかホラー映画見て恐怖を感じて泣く方がありましたよね今でも若い、ありがとうございます。今見たらどうなるのかな一滴も涙が出なかったらどうしようでも好きなあの恋愛ドラマもたくさんあります。全然好きじゃないってわけじゃないですよ、ちゃんとあります。タイタニックで感動します。タイタニックは感動しないと、もうあれは人間じゃないあれは人間じゃないですねこんばんはそうですね、アバウトタイムとか好きですよ。あれは恋愛映画に入るのかな。あ、でもタイムスリップする話になる。タイムスリップ時間を巻き戻す話なんですけど、こんばんは。確かに映画館で見る予告全部面白そうに見える。でさ、絶対今度見ようって思っても、あの映画見た後忘れてるんですよね終わった後に広告流してくれたら覚えてるのに。こんばんは。こんなにか細く折れそうな
見て泣いた作品。映画見て泣いたのは何で泣いたっけ、何に泣いたかな。何に泣いたっけ、なんかめっちゃ泣いたやつあった気がする。なんか泣いた気がするなんかいろいろあって覚えてない。何に泣いたかな。こんばんは。あ、私君の星座を食べたい、見てみたいな。あれ見たことがない。何に泣いたっけ、なんか泣いた気がするなんか最近泣いてないか。おすすめですか、じゃあ見ます。そうね、なんかの映画を見た時に泣いた感動して泣いたんですけど、それが何だったかちょっとね、何だったかなってなります。今思い出してみます今思い出してみる。思い出せない。消えそうに泣きそうなつぼみが今年も僕を待ってる。手のひじゃつかめないフフ立ち止まるいや上手に乗せて笑うあつで見せた
なたを思い出す空に。ちょっと待って、泣いた映画いつか思い出します。あ、でも好きなドラマはあれですね、カルテットと大豆田とわ子のと3人の元夫ってやつですね。同じ脚本家の方で、そうです、大好きなんですよ。あの2つのドラマすっごく好きで、結構何回も見ます。特に大豆田とわ子と3人の元夫のやつはめっちゃ好きですね。皆さんの演技も大好きなんですけど、セリフとかもめっちゃ好きで、カルテットとかのセリフとかもすっごい好きなんですよ。なんか世界観なんか好きなんですよ。すごい、見たことない方は見てみてください。あ、こういうのが好きなんだなってわかります。あ、そうですね、結構なんか同じ脚本家の方、同じ作者の方とか結構続けてみたりすることが多いですね。カルテットは、いやでも私大豆田とわ子の方が好きかもしれない。カルテットも見たんですけど、大豆田さんの方が面白かったかも。いやどうだろう、まあどっちも好きです。シアターの女神、女神、あ、新公演はシアターの女神入ってないです、残念ながら。お、そろそろ1時間経つので終わりたいと思います。終わりたいと思います。終わりたいと思います。お前に3を
つ。お前にさんを救えるか。はい、読みます。13位ひげめがねさん、12位カジさん、11位ウリンさん、10位ニコライさん、9位ウミガメさん、8位キヨさん、7位クジマサさん、6位アンニョンさん、5位ケイチさん、4位プリズムさん、3位カタカナのタカさん、2位シンイチロウさん、そして1位はピクリンさん。ありがとう。ピクリン、ピクミン、ピクリン、ピクリン、ありがとう。ありがとうございました。じゃあ明日またお話し会楽しみましょう。グフフ。明日のお話し会は海辺で待ってます。みんなの方、海辺で待ってます。ちょっと朝ドラっぽくないですか今。朝ドラの、朝ドラのセリフ、あんたのこと海辺で待っとるけん、ずっとここで私頑張るけん、この海で待っとるけん、忘れんといて。でもさ、朝ドラさ、でもさ、いいよね、いいよね、ほんと。元気出る。じいちゃんもばあちゃんも父ちゃんも母ちゃんも三つ子もさや子もみんな応援してくれてる。せやから私ここで頑張らなあかんねん。それに幼なじみのマサヤンも私のこと頑張れって背中押してくれた。みんなの期待裏切って帰るわけにいかんねん。マサヤン、マサヤン、せやから私ここでは一生懸命働いて絶対夢叶えんねん。せやから私の名前は叶え、夢を叶えるために生まれてきたから、私の名前は叶えやねん。なんや最近の新人さん、なんや最近入ってきた新人さん、えらい熱い子やな。ほんまに意外と熱い子やったわ。すぐ辞めると思ってんけどな。
意外と根性ある子やったわ。これからにこれからが楽しみやな。あ、かなえちゃんお疲れ様。あ、さゆりちゃん、ここで何してんの？こんな汚い工場着てたらさゆりちゃんの白いワンピース汚れてまうで。今日はサンドイッチ作ってきたの。サンドイッチ作ってきたの。あ、浩平さんも一緒にどうかなと思って。あ、うん、浩平やったらまだ働いてると思うで。浩平やったらまだ働いてると思うで。そっか、じゃあかなえちゃん一緒にサンドイッチ食べよう。いいの？ならあれやで、浩平呼んでくるで。あ、いいの。あの、私本当にただ差し入れをちょっと持ってきただけだから。そんな遠慮しんといて。そうです、東京で知り合ったかなえとお友達のさゆりちゃん、そのさゆりちゃんは、かなえと一緒に働く、坂本浩平さんという青年に恋をしております。だがしかし、その一緒の工場で働く坂本浩平さんは主人公のかなえに、思いを寄せているっていうわけなんですけれども、かなえちゃんはもう全く浩平のことは眼中にないんですね。はい、まあ、そんなストーリーでした。さゆりちゃんは東京の人です。よ、おお、さゆりちゃん来てたんだ。浩平さん、あ、よかったらみんなでサンドイッチ食べないかって話してて。そうや、さゆりちゃんサンドイッチ作ってきてくれてん、みんなで食べよう。めちゃめちゃうまい。せやろ、さゆりちゃんめちゃめちゃ料理上手やねん。ほんまに、もうさゆりちゃんもうあれやで、こんなサンドイッチ、こんなおいしいサンドイッチ作ってきたらもう何も出てこへんで。いやー、こんなサンドイッチかなえに作ってもらったことないで。何よ、こないだ私が朝ごはん作ってあげたんやんか。お昼ごはんだって結構今週作ってあげたで。言うて卵焼きいっつも焦がしてるやないか。あ、ご飯作ってあげたりしてるんだ。そうなんだ。じゃあ私これからお稽古だからここで失礼するね。バイバイ。あれ、なんかさなえちゃん様子おかしかったな。さゆりの心に気づかない二人だった。
あ、さないちゃん、さないになっとる。かなえです。タワーもらいました。タワーもいただきました。ありがとうございます。それではまた次週朝ドラ夜ドラですね。夜ドラ、お楽しみに。くまちゃんありがとう。深夜ドラマですね。夜の15分小説じわる。次回予告しときますか。そんなら次回予告、次回予告、さゆりもうここ来ないから。さゆりちゃん、なんでなん、どんだけ人の心に鈍感なん。え、私浩平さんが好きよね。あ、違うわ、待って、さゆりちゃんは関西弁じゃない。私浩平くんのことが好きなのに。かなえちゃん、浩平くんに好かれてるって気づいてないの？え、今なんて、浩平さんいたのね、気づかなかった。波乱の幕開け。はい、タイトルは あ、夜のこの連続テレビ小説ドラマのタイトルは、旅は道連れ、世は情けです。次週もお楽しみに。それでは。